そうだね、今日バレーだね。カズ、給食は？本当に？本当にもう出したの？早っ！えらっ！えらっ！見て！ママ、本当に出したの？本当に？何見てんの？ジュン？え、ケンゾー？ケンゾーの実況見てんの？本当だね。カズも早く宿題しといたら遅くなるから今日さ。何？本当に？バレエのムチの髪型をやりますよ。シャパシャパシャパ、いっぱいつけてよ。ちゃんとしてるかな？リオ様？ママあんまり映らないんだけど顔が。結構リオの髪型映ってた。ポッポン、ママがポンポンやった。どうでしょうか？みんなはどう思うですか？思いますか？どう思いますか？ママ次リコ。はい、次はリコです。じゃあリオの髪。三つ編みしてたからリコの髪ぐにゃぐにゃになっちゃいました。ぐにゃ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 ちょっとね、リアとリコが今日は撮ってくれたのでこれかもね、ちょっと見にくいかもしれません。ぴょん、どうですか？なんかふにょふにょだけどいいかな、これで。どっちが可愛いと思った？同じだよ。はい、できました。カズ、ママなんて言ったっけ？宿題先にして、ほんとゲームしていいの？はい、行きますよ。バレーにスッパー降ってた。雨降ってるから傘持っていきなさいね、カイトカズ。傘ちょっと雨降ってる。下だよ、もういい、触っていこう、もう時間ないから。バイバイ。バイバイ。ちょっと久しぶりに雨です。早く早く。どうだった？あ、でも、ママ、でもさ、リコさ、このさ、ならないだけでここの銀銀があるんだ。ママ、あのさ、あの大丈夫だって。だって銀銀のさ、時計もあるしさ、銀銀のさ、カバについてるやつもあるから。何のことよ、雷が落ちても大丈夫ってこと？雷が落ちてきてる。ほんと？うん。うん。Thank you.
帰ってきました。今日ね、なんか雨だから中止になったんだよね。カズ、宿題終わったの？本当に？うん、カズは宿題を、なんかママが行く時もそこにいて、帰ってきてからもそこにいるけど。やっとご飯食べたよね。もう本当に遅かったね。ああ、もう疲れたね。で、ディアトリコ、なんと物を下に落とす癖があるんだよね。で、パジャマとか脱いだ後全部下に落ちてて、ママが怒ったんだよね、今。ママだけど実は、あ、リコはちゃんとやってた。リコ、リアのが落ちてたね。で、リアはさ、タオルは違うよ。でもタオルどっちも下に落ちてた。わかった？だから落とさないで、リア。リコはリアより先に取ってさ、リアはさ、うん、足で取ったんだよ。本当に？はい、じゃあ歯磨きしましょう。もう寝る時間だからね。雷怖い。大丈夫、ちょっと雷が今鳴ってるから、でも雷はお家には落ちないから大丈夫だよ。7秒やらなきゃいけないんだよね。1,2,3,4,5,6,7 おっしゃー、ユニコーンとリア、リアはユニコーンとチーターちゃんと寝ます。リコはこれを取られちゃって、チーターちゃん、でもユニコーンって本当は食べないよね。じゃあね、これちゃんと布団かけて、風邪ひいたらいけないからね。なんでそんなさ、寒いパジャマ着てるの？ユニコーンが守ってくれるからね、あったかいように。昨日の夜、映画を見てて、
カズを起こして歯磨きをさせてました。え、歯磨きしてないよ。歯磨きしてたよ、起こされて。覚えてないの？覚えてない。カズ覚えてないそうです。あ、したしたでしょ。したした。